はい、こんにちは。本日もよろしくお願いいたします。さあ、もうほんま暑いしか言うてないんですけども、夏でもね、ジャケットを着たい時っていうのがございまして、そんな時にぴったりなジャケットを見つけました。それが、こちらでございます。ビームセーフですね。ビームセーフのニューイージーモデルの、まあ、シャツジャケットですね。あ、もうこう透けてるの分かるでしょ。薄い本当のね、多分シャツ生地なんですね、を使用した、シャツジャケットっていう感じです。ディテールを紹介しておきますと、まあ、フロント3つボタンですね、1,2,3 と、で後ろはサイドベンズですね。で袖はまあ元々空き店でボタンが3つ平行でついております。めっちゃ軽いですよ。まあシャツ生地なんでね、軽くてまあ厚くもなくっていうところなんですけども、ただこれを作ってるのがリングジャケットなので非常に軽いもんなんですけども、もう構築的に作られててですね、着ると結構きちんと見えるっていうね、非常に、心強いジャケットでございます。ちょっと着てみましょうか。はい、着た感じはこんな感じです。これで私、サイズ52を着用しております。52です。サイドベンツね。まあこんな感じです。ただきっちりしてるっていうのがお分かりいただけるかなと思います。さすがですね。でこんな感じにね、袖まくって、楽に軽く着たいと思います。こういう色柄ですね。まあマドラスチェック、まあ IB とかね、トラッドっていうイメージですけども、結構ね、まあこうジャケット単体で見るとまあ、派手に見えるかもしれないんですけども、着ると意外に馴染みます。でちょっと今ね、白い T シャツ1枚中に着てるわけなんですけども、やっぱポロシャツの方がいいかなっていう感じはしますね。やっぱ T シャツをねジャケットに合わせるっていうのは、まあ、僕たまにするんですけども、こう汗とかでね、襟裏にジャケットの襟裏に汚れがついてしまうのも嫌なんで、できたら下に着るものは襟がついてる方が、ね、いいかなと思うんで、まあ、ポロシャツがベターなのかなと思いますけどね。ちょっとポロシャツ着てみます。はい、まあこんな感じでどうですかね。このチェックの色がですね、赤とグリーンとネイビーっていう感じなので、まあそんなから一色拾ってやるとね、非常に馴染むと思います。なんか全然そんな派手な感じしないでしょ。なんか下にグリーンのポロシャツでもいいですし、ネイビーのもんでもいいですしね、まあもちろん白でもいいんですけども、はい、こんな感じで色を拾ってあげると非常に楽に着こなせるかなと思います。めっちゃ軽いですよ。まあさっきも言ったようにね、夏の暑い時でもジャケットが着たい時っていうのはありますし、でまあきちんとしたいきちんとした格好がしたいとか、それからまあ着ないといけない時っていうのもねあるかなと思うんで、そういう時にこういう軽いシャツジャケットというのもいかがでしょうか。他にもね何色かあったんですけど、多分結構難しいかなという思うような配色だったんで、これが多分一番合わせやすいかなと思います。まあよかったら皆さんもぜひ店頭で見てみてください。まあ暑いですけどもクラシックスタイル楽しんでまいりましょう。じゃあ今日はここまで。グッナイ、ありがとうございました。